ハラハラなのか。は2017年4月1日に公開された日本のファンタジー映画。主演はハラなのか。監督、脚本は酒井舞。酒井は本作が商業映画デビュー作となる。子役としてオーディションを受ける12歳の源なのかは落選続きでも女優の夢を諦められずにいた。そんなある日父と引っ越した田舎で女優だった母の遺作。 真っ透明な ASO 勉強が再演されることを知る。それから劇団に加入して、母の役を演じるため舞台の練習をする中で、七日は芝居をするのは嘘をつくということではないかと思い悩むようになる。本作は、これが映画単独初主演となる12歳の役者、原七日を題材としている。原は本人役として、主人公、原七日のほか、一人に役を演じた。 タイトルのハラハラなのかはハラハラしたな日ちゃんはを意味し今後は自信を持って一人の女優として進んでほしいという願いが込められている本作は子役が女優になる成長物語を描いている酒井は子供が大人の世界を垣間見た時の嬉しさ気持ち悪さを描き大人になるにつれて出てくる嘘 大人になるってどういうことという疑問に向き合った作品を制作した。また、監督、脚本を務めた、堺井舞にとっても本作は、商業デビュー作であるため、第一線に行きたいという気持ちを、主人公に重ねたものとなった。本作の原案となったのは原が2015年に、主演した舞台、真っとう名な ASO 勉強である。 本作の監督である堺井の作風とこの舞台の世界観が合っているのでは、と本作のプロデューサー直井拓たしゅんが提言した。しかし酒井は舞台をそのまま原作とするのでなく、主人公、7日が劇中劇、まっとうな映像を勉強に主演するまでのオリジナル脚本をプロデューサーに提案し、これを実現させた。本作には舞台を制作した演出家、 淡島し丸も本人役で出演しており、脚本の相談をした。坂井は2013年の映画、地獄でなぜ悪いを見て、腹を気に留めたという。二人が初めて会ったのは2015年11月、当時小学生だった原は坂井が、映画監督と知らぬままに、食事や会話を楽しんだ。後に映画主演は伝えられ、原はタイトルに、 自身の名が入っていることへの不安と本人役を演じることの喜び、そして主演へのプレッシャーを感じたという。原自身も6歳から子役の仕事をしており、大きくなるにつれオーディションに受からなくなる現実に女優になれないかもしれないという葛藤を抱えており、それを役のの日に重ね合わせたという。ロックンロール歌手を目指す生徒会長、林役には吉田リオンが起用された。 吉田の出演作、女子の事件は大抵、トイレで起こるのだ。で興味を持った堺は、歌手活動を行う吉田のライブを見て、その、底抜けのスター性が主人公の憧れの先輩として、適任だと感じたという。吉田自身も、堺の監督映画、いい匂いのする映画を、素敵な映画だと思っていたため、オファーを受けた際に歓喜しこれを快諾した。また、 本作の原案である舞台を手掛けた演出家の淡島シ丸が本人役で出演。淡島主催の劇団 Z ライオンも同盟で劇中に登場する。劇団員役には、堺の前作、いい匂いのする映画に出演したバンピリアのミッチーザ・ミステークほか、本作の主題歌、劇中歌を務めるチャランポ・ランタンとカンカン・バルカンらが選ばれた。主人公、7日の亡き母とリンクし、 物語の重要人物となる喫茶店店主、リナ役には、坂井と同じ25歳の松井玲奈が選ばれた。坂井が、脚本執筆段階で松井と、チャランポランタンの曲、シャボンを聴いたことが、本作のストーリーに大きな影響を与え、それが、松井の起用理由になったという。本作の登場人物の役柄は演者にずつ書き、されているが、松井については、 アイドルの松井レー奈をイメージして執筆されたため、本人の性格とは異なる部分も存在する。本作には、歌やダンスによるミュージカル調のシーンがしばしば訪れ、巨実入り混じったファンタジーの世界を彩っている。酒井は、元来ディズニー映画や、ティム・バートン監督映画を好んでおり、映画にとって音楽は欠かせないと語っているが、本作は、ミュージカル映画を試行して制作されたものではないという。 劇中歌は、堺の好きなアーティストである、チャランポランタンと、愉快なカンカンバルカン、おとぎ話の有馬和樹、ヴァンピリアラによって制作された。チャランポランタンと、愉快なカンカンバルカンは前日の通りキャストとしての、出演と主題歌、憧れになりたくてを担当したほか、台本や堺の意向を参考に音楽を担当した。有馬が書き下ろし、おとぎ話が、演奏も手掛けた、劇中歌は、 映画の重要な場面で、林役の吉田が歌唱した。また、堺の前作、いい匂いのする映画で、劇中歌を務めたヴァンピリアによる、サウンドトラック、いい匂いのする、サウンドトラックから数曲が使用された。2016年8月下旬クランクインが予定され、約2週間の撮影を経て9月3日にクランクアップ、した。撮影前には3日ほど、 準備期間として即興芝居の練習をして自然な演技を心がけるよう確認した。撮影に入ると、井は原に初日に悔しい思いをしてほしいと考え、父にオーディションを反対されて逃げ込んだ喫茶店で涙を流すシーンでは厳しい指導をした。酒井の思惑通り悔しさを感じた原は元来のネガティブな性格を乗り越えることで、 精神的に成長でき、それが自信になったという。酒井らはその後も、シーンごとに話し合いを重ね、演技をより良いものとしていった。作中で、雨が降るシーンは、スタッフと工夫することで低予算で実現した。酒井は、ラストシーンに悩んだ末に撮影現場で変更した。主人公の物語に入りたいという思いは、現実世界から、 ファンタジーの世界へ逃げるためのものではなく、主人公の成長を描くべきだと、坂井は考えたという。その変更について、リナ役の松井は、役であるな、野カのファンタジーな物語から、役者であるなの花のドキュメンタリーに近づくものに変化したと語った。劇中で、主人公らが通う、中学校の制服は、堺の意向により実在する、 熊本学園大学付属高校の夏服を使用している。フィクション作品では架空の制服を用意することが多いが、同校共有や卒業生らの協力によりこれが実現した。ピアによる映画初日満足度ランキングで2017年4月1日付の2位となった。映画ライターの久保田和馬によると、本作は映画にしか付けない嘘。 をうまく映像で表現しており、その表現法は、酒井前監督の前作、いい匂いのする映画にも通じるという。また、生徒会長のリニ役、吉田リオンが登場するミュージカルや歌唱シーンを絶賛し、チャランポランタンの音楽が映画の世界観に合っているとした。さらに、インディーズ映画の女性監督である、山戸と結城と酒井を比較した上で、酒井は、自由な物語と、 軽やかな芸術をファンタジーで表現しており、まるで、ジャック・リベットのようだと評した。一方映画評論家の、クレイキョウもシネマトゥデイの単評でヤマトと堺を、比較しており、吉田エンジルリンのミュージカルシーンを見て、堺は、メジャーな直球路線を突き進む才能を秘めているとした。そして、少女の成長物語を、納得の仕上がり、 リピーターの私物かどまりでは、もったいないと評価して欲しいつつ中の3をつけた。キネマ順報によるレビューで、評者3人は星5点満点中の1、3、2をつけた。巨実入り混じった、世界観の中で演出が浮いていることや、物語後半で虚構と現実が分離してしまった点が低評価とされた。一方で、ファンタジーとミュージカルとメタ的要素の組み合わせが、 どちらかっているが良いとする見解もあった。上述のように本作はミュージカル部分が観客に言及される傾向にあることは堺も認めており、しかしもともとはミュージカル映画を試行して制作した作品ではなかったため以外な反応だったという。ありがとうございます。